はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをプレイしていきたいと思います。ここまで夏の甲子園予選大会順調に勝ち上がってきているというところで、その続きからのプレイになります。じゃあまずは次の公式戦まで進めていきましょう。ちょっとね、この1ヶ月ほど上海行って、香港行って、パリ行って、タイ行ってと、ほとんど収録する時間がなくてですね、ために貯めていた動画も使い切ってしまって、まあ、残念ながらその毎日更新っていうのはね、ちょっとできない日が何日かあったかなというところで、楽しみにしていただいていた方、本当に申し訳なかったかなというふうに思うんですが、またここからね、頑張っていきたいと思いますんで、ぜひぜひ応援をよろしくお願いいたします。じゃあ公式戦注目選手ですね、まあ、ここは八木か今村か山崎かっていうところなんですけど、まあ、どれもみんな強力だからな。ここはちょっとじゃあ一旦八木にしときますか。現キャプテンで、オーダーもちょっと見直しておきましょう。藤巻、今泉、この辺りがちょっと微妙なんだよね。赤津、今泉の代わりに赤津の方がいいかな。外野がね、全然いないっていうのがありますからね。ここは藤巻をそのまま使いましょう。ちょっとコンバートもやっぱり本当に考えていった方がいいかもしれないですね。まあ、本当にこの1ヶ月間いろいろと飛び回っていたんで、動画の更新がままならずというところだったんですけど、一応今だとご覧いただいている栄冠ナイン、マープロの栄冠ナインと、あとはハーツオブアイアン4の現代モッド、ステラリスのガンダムモッド、あとはスプリムルーラー、このあたりを中心にねやっていると思います。でその他で言うと、信長の野望が乱世紀が一旦終わりましたので、この後ね蒼天禄をやっていこうかなというふうに思っています。さあ、なんとかリードを保ってますんで、このままこのままというところなんですが、若松か威圧を使ってここは点を取りに行きますか。一番嫌なのがこの場面ゲッツーなんですけどね。ゲッツーは大丈夫そうですね。進塁打、おー、しかもエラーが出た。これは本当に嬉しい。で3番の八木、4番の山崎というところか。ここはもう犠牲フライで確実に追加点を狙いに行きましょう。どうだ、切れない、よし、これは2点タイムリーになりますね。いやー、八木くんやっぱり頼りになるね。そして4番の山崎はプルヒッター持ちなんで、ここはラッキーボーイを使いつつ、さらに引っ張りも使って試合を決めに行きましょう。よしよし、長打ではなかったですが、確実にセンター前のタイムリーですね。3番、4番、5番、この辺りは自信がある布陣ですからね。これはファーストの頭は越えませんでした。まあ、もうね、上海も香港も灼熱でしたね。本当に暑くて暑くてと。パリはね、やっぱり涼しかったです。まあ、涼しいというか過ごしやすかったです。落ちる、よし、これで満塁ですね。ちょうどパリだとどうなんですかね、場所的には
北海道とかと同じぐらいなんですかね。だから過ごしやすいっていうのもあるかもしれないんですけど。いや、めった打ちだな、この回。これで1番に戻ってきます。まあ、特にね、香港はもう暑くて暑くてというとこだったんですけど。お、これはゲッツーになるか？大丈夫だね。エラーが出てくれたおかげでというところではあると思うんですが。これは抜けないか。一塁はセーフで、4番の山崎、ちょっと一発が欲しいよな。ん、これさっきのタイムリーと同じようなバッティングですね、山崎の。二塁の山崎が微妙でしたね、今。あの、フォースアウトですからね。タッチじゃなくてフォースアウトですからね。ん、これは、セカンドライナー。で、上海はですね、アナ、ANA を使っていきましたと。で、香港はですね、香港エクスプレス。ちょっと初めて使ったんですけど、まあ、たまたまだと思うんですけど、ちょっとディレイがあって羽田空港に着いたのが深夜の2時3時っていうところでしたね。で、その翌週には今度パリに行くと。パリはエールフランス使っていきました。で、タイは ANA ですね。山崎のミートが70まで上がったか。いや、今回本当にチーム的にはだいぶ強くなってきてますよね。さあ、次が決勝になるのかな。1000円の交換券はこれで一通り全部使ったかな。なのでお楽しみ券を使っていきましょう。さあ、この甲子園大会、ここも八木に任せよう。オーダーもちょっと完全に見直しといた方がいいかな、そろそろ。まあ、まずは、まあ、こう言っちゃなんですけど、コンピューターが2点3点と取ってくれて、試合の後半まで守りがない、これが一番安心できる展開ですよね。さあ、決勝です。市原西高校、まずは八木くんですね。アンダー製造機なんて名前になってるんだな。これはただボテボテの当たりですね。まずは前半0点で抑えていきたかったんですが、まずは1点取られちゃってますね。かつちょっとチャンスらしいチャンスが作れていないと。2球で追い込まれて、当たりはいいけど切れてきます。これ千葉県大会の決勝なんで、 QVC マリンフィールドですかね。ここは点を取りに行きましょう。
打ち上げたか。ちょっとこれ、おお、ポロってる。ランナーを三塁に進めたというのは大きいですね。どうだ、これも切れてきますね。この辺り多いですね。追い込まれてるんでちょっとミート対応に変えていきましょう。ボテボテだ。まあエラーを絡めてというところだったんで1点惜しかったんですけどね。さあ1番もも行くんです。これは絶対にランナーを進めたい。うーん、これゲッツーになるな。そしてピンチになります。ツーアウトランナー二塁一塁。ここは絶対に点を取られたくないので、定位置で低め中心でいきましょう。よし、大丈夫だね。1点差で食いついていってどっかで逆転。八木君だったらね、ホームランは打てるんですけど、まあ、ちょっと今回はセカンドゴロというところでしたが。で、ツーアウトランナーが二塁か。二塁ランナーがおそらく山崎武史なんで、普通のヒットでは帰ってこれないんですよね。長打じゃないと。さあ、ワンアウトランナーが二塁というピンチ。ここも0点で絶対に抑えたい。フォアボールか。ここは伝令を送っておきましょう。できればゲッツーがいいんだけど、これはランナーは帰ってこれない。帰ってくるか。ちょっと菅沼君に変えてる意味がよくわからないので変えましょう。これ以上の点はちょっと厳しいからな。よし、ゲッツー。いや、これはポップフライですね。よし、これも抑えられる。ちょっと1点取られたこの2点差がかなりきついですけど、ここでノーアウトランナー2塁で1番バッターから。どうする。1点取りに行くっていう場面じゃないんだよね。なのでちょっとここはランナーが2塁っていうのもあるので普通にヒッティングでいきましょう。うわ、で若松くん、若松くん強心臓を使っちゃって、もうこの回次の回ぐらいしかないですからね。よし、抜けていく。帰ってくるか。帰ってくるね。さらに送球の間に二塁に進んで、なおワンアウトランナー二塁で八木くんか。ここは威圧を使っていこう。追い込まれたらちょっとミート対応に変えていきます。もう残りの回が少ないんでね。いやー、発揮してほしいけど。どう、これは落ちてくれれば。よし、ランナーは帰ってくる。山崎のちょっと当たりは微妙でしたけど同点タイムリー。この回に逆転までしておきたいけど。ボテボテの当たりですね。おっと、今のがね、後ろに反らしてくれればあるいはっていうところだったんですが、まあそこまで条件は良くないですね、さすがに。これはゲッツーになる。
一塁はセーフか。今のもね、ゲッツーでしっかり終わらせると9回の攻撃が、おっとこれはランナーが帰ってきちゃうぞ。うわー痛いなー、球場が広いだけにこういうことが起きるんですよね。当たりも良かったんで外野の間抜けちゃいましたね。さあ9回の表最終回の攻撃、ここに全てをかけましょう。とはいえね、そのいわゆる代打的なものがないので出せるバッターが、よしまずはデッドボール、岡野のところでどうするかだな。ちょっと代打を検討しますか。横溝、しかも代打丸がついてる。ちょっと横溝の能力だけ確認しておきますか。代打威圧守備職人か、ミート足パワーはただしないという状況なので、ここはなんとかランナーを進めてもらいたいという意味から送りバントする。ちょっと怖いよな、威圧感使ってる以上は引っ張ろう。ボテボテの当たりだ、大丈夫かこれは、ゲッツーだぞ、やっちまった。で藤巻か、もうここはね送りバントも何もあったもんではないので、どう、つなぎましたね。ツーアウトランナーが三塁一塁と、もういい、ミート B パワー C、打って走れて守れる、そんな桃井くん。追い込まれた、うわーボテボテだ、これは残念でしたね。ちょっと勝てた試合だったかなというのがある分ちょっと残念でしたが、夏の甲子園大会千葉県地区大会予選決勝で敗退ですね。いやこの世代かなり強力だったんでね、ちょっと残念ですけど、まあ、しょうがないですね。さあ次はいよいよ山崎が4年になる、その年になったんで、甲子園制覇これ目指していきましょう。じゃあ早速なんですが進めていきます。特にピッチャーの手こ入れですよね、今までだいぶ大峰くんに頼った投手陣になっていたので、まあ、ここはダンベルで広角打法を取りに行こう。一人でもいい、広角取ってくれ。ダメか。じゃあ続いては初球アベレージヒッター等々ですね。
ヨネヤカインコス、大道もインコス、ここまでか。誰も何も覚えず、微妙だね今回の合宿、本当に微妙。微妙だね。まあしょうがない。さあそしたら地道に地道にというところかなと思うので、先に進めていきましょう。でアイドルが日曜日にいるので、このアイドルマスは確実に踏みたいですね。で投手陣の立て直しというか強化というか、そういったところもしっかり考えていきましょう。で新しい我がコードエースは岡野くんかな。スタミナが59、横溝もそろそろパワーに振っていきましょうか。山崎はミートを A までは持っていきたいですよね。テンションアップか。欲しかったのは練習効果アップだったんですけどね。効率アップか。まあそこは残念ですけどしょうがない。ちょっとまたアイドルが出てくるまで我慢しましょう。そうだ、そういえば引き交換券もらってましたね。使っていきましょう。何？チューブが交換された？しまったー。このチューブを使ってなかったからだ。バカやったな。しょうがない。弾道バットを使っちゃおう。ちょっとまともな練習ができてないんだよな。数字の大きい練習がちょっとなさすぎますね、ここは。11123ですからね。ここはちょっと OB 選手にかける能力赤得ありますけどね。テンションダウンとかね。まあ至って何も起きずと言っていいだ。で土曜日に特訓マスがあるので、この特訓マスはと絶対止まりたいですね。
もうこうなったら人を踏んで踏んで踏みまくる。いいね、特訓が2つ増えたよ。逆境丸、厳しいか。厳しいか。もうこういうね、マスが大きいのが来ないときはひたすら人を踏んで踏んで踏みまくりましょう。はい、では9月になりましたので、夏の甲子園大会出場はなりませんでしたが、一旦ここで終わりにして、次は春の甲子園大会出場に向けて頑張っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。